埼玉スタジアム2002での応援風景、浦和ボーイズなどがジンドル北側バックスタンドの観客によって描かれたコレオグラフィー写真は2013年12月7日のセレッソ大阪戦、この試合を最後に引退する山田信久へのコレオグラフィー。浦和ボーイズは1997年から2014年にかけて活動していた J リーグ浦和レッツのサポーター集団である。 通称 UB。なお、2018年より活動を再開している。1997年、それまで、浦和駒場スタジアムの東側ゴール裏で、中心的な活動を行っていたサポーターたちにより、結成された。初代リーダーの相良純真が、浦和生まれの浦和育ちで、ずっと浦和でサッカーをやってきた。浦和と名の付くチームが弱いことは、納得がいかないし、 サッカーどころのサポーターなら、サッカーをよく理解していなければならないと語るように、サッカーの街、浦和のプライドを前面に出した応援スタイルを、標榜した。その一方で、埼玉県や浦和とは直接つながりのない革命家の、チェゲワラの横断幕を頻繁に掲げたが、これは、浦和サポーターの原型を作り上げたサポーター集団、クレイジーコールズが、反対性を信条としていたことに由来している。 なお、作家の豊田敦夫によれば、浦和サポーターにとっての体制とは政治闘争とは関係なく、メジャーな存在あるいは、東京への盲目的な貴族意識だとしている。浦和駒場スタジアムでの応援風景1995年は秋、浦和の応援をリードする立場にあった CC のリーダー、吉澤光一が騒動に巻き込まれたことを契機に、グループは解散。CC のメンバーは、 吉沢と行動を共にし、スタジアムを離れるグループと、スタジアムに残り応援を続けるグループとに分裂した。後者のリーダーには CC でも、中心的役割を担っていた、佐良純心が就任。1996年シーズン開幕を前に、吉沢らを書いた、今後の応援の方向性が話し合われ、それまでのカリスマ性を持ったリーダーを頂点に方針を、 決めていくやり方から複数のメンバーによる合議制によって方針を決めていこうとの結論に達した。翌1997年に裏はボーイズと命名。UB のメンバーたちは CC 時代のクオリティを保とうとする一方でサポートの方法として定席である太鼓の配信による声だけの応援を行うなど新たなる試みも実践した。結果的にこの試みは 失敗に終わり1997年シーズン途中に太鼓を復活させているが、吉沢というリーダーを失ったことによるトーンダウンは明白だったとの指摘もあった。一方で太鼓の一時的な廃止は UB 以外の他グループに応援の発信地は一つだけではないとの意識が広がる契機になった。この過程で UB と他のグループとのつながりも生まれるようになり UB を中心に 複数のグループによる集合体を形成するようになる。また、CC 時代には、大気や一文字などを使ったビジュアル的な応援も一手にになっていたが、これを別のグループに一任するなどスタジアムにおける役割の分業化を図るようになった。その後、UB と周囲のグループは、車エストを名乗り浦和レッズサポーターにおける最大の派閥を形成するようになった。 1999年の j に降格を経て、2006年に J1 で初優勝した際には、リーダーの角田は、日本一は当然、遅すぎたくらい。まだ天皇杯も ACL もあるので、一試合一試合、勝っていくだけ。負けの時代は終わった。これからは、勝ちの時代をここ最下から作っていく。と発言した。 2014年3月8日に行われたサガントス1000において差別横断幕事件が発生すると UB は当該チームの行動を止められなかったことをお詫びしますなどの声明を発表した3月27日クラブ側からクルバイストに所属する10グループと共に自主解散の名目での解散が発表されたその際過去のトラブル及び今回の事案について 当事者としての責任を認識し、全員で解散を決めたとの申し出があったとされた。その後、サッカージャーナリストの三込簡単の取材により、クラブ側から、見そぎが終わったと思わないでほしい。けじめをつけてもらいたいなどと迫られた上での解散であることや、横断幕事件の実行グループとは直接関係のないリーダーの角田が入場禁止処分を受けたことが明らかとなった。 2014年10月18日に行われたベガルタ仙台戦より拡声器や太鼓の使用が解禁されたが、主に応援のリードを取っているのは UB の元メンバーらである。また、2017年7月17日に行われた鈴木啓太引退試合では角田が1日限定でコールリーダーに復帰し、スタジアムを盛り上げたが、 試合後に正式にコールリーダーを引退することが鈴木啓太及び角田より発表された。2018年2月24日に行われた FC 東京戦より正式に活動を再開し、UB の横断幕及び大気が約4年ぶりにスタジアムに姿を現した。ありがとうございます。